はい、こんにちは。ユ、えーチューバー正隆です、えー。今回は、えー、天才を殺す凡人を、えー、ご紹介したいと思います。でこれ、内容的にはですね、えーまあ、なぜ日本企業はあのイノベーションが起こらないのかっていうのは、まあ、散々議論され尽くされてきた命題なんですけども、まあ、新たな視点であの非常に明快な原理が書かれていたので、あのこれを読んでですね、じゃあ,あの僕たちはどうすればいいのかっていうのを考察してみました。で今回 動画でお伝えしたいことは、まあ、簡単にですね、この天才殺す門人の原理というところをご紹介したい。で、えー、天才の生かし方っていうのを、まあ、考察し,してみた結果っていうのをご提案として、えー、伝えたいと思います。まず一つ目ですね、えー、天才殺す門人の原理をサクッと、えー、ご説明したいと思います。えーと、ま、なぜ、な、ま、ぜ、あ、日本でイノベーションが起こらないのかっていうところなんですけども、えーと、この理論だと、 えーと天才、秀才、秀凡人と、えー、3つの、えー、人材がいますけどでその人材のうちの、まあ、天才要素を持つ人材のプロジェクトが推し進められないと、まあ、イノベーションが起きないとただこれが現代の,あの企業体制だと非常に成立しにくいというのが原因になりますで成立しない理由としては、えー、価値を測るための指標に問題があるというふうに指摘しています でこちらなんですけども、これ、北野さんのブログから引用しています。えーまあ、偉大なビジネスっていうのは、この左側のですね、作る、拡大、金を生むというプロセスっていうのが、まあ、必ず必要だというところで、まあ、拡大というフェーズだと、えーまあ、コンバージョンとかですね、まあ、そういった、えー、事業 KPI が、えー、あります。であとは、金を作るっていうところのフェーズだと、まあ、PL とかバランスシート。 っいった財務会計 KPI というのがあるんですけども、この辺の KPI というのはもうすでに科学されている経済学なので、近年ではもうより発展していている分野ですね。なので、余計に重視されている KPI なので、適切な KPI というのが存在しない、この想像する、作るというフェーズではますます排除されていく構図になっています。で、まあ、日本企業は高度経済成長期の 成功体験が忘れられずに衰退しているっていうのがまさにこの正体がこれになります。で、当時っていうのはですね、もう戦後っていうのはもう拡大されるプロ,プロダクトが存在していなかったので、まあ、イヤオーにも作るフェーズっていうのが求められてましたということですね。で、えー、じゃあ、天才を生かすためにどうすればいいのかっていうところなんですけども、えっ、ー、と、まあ、天才を生み出すプロダクトに、まあ、絶対的な KPI が存在しないっていうところで、 あの北野さんは、まあ、でも間接的に測る方法がありますよと。まあ、それが、まあ、反発の量なんですけども、つまり、えっと、こんなの絶対成功するわけないじゃんっていうような声があれば、あ,あるほど、あの、イノベーションが起こりやすいと。なんですが、えー、さっきも言った通り、えー、まあ、現実的には不可能だということです。で、じゃあ別の点は何があるかっていうこところなんですけども、えっ、ー、と、北野さんが提唱してるのが、えー、この断絶されている、え、各フェーズの 人材のの架け橋になるアンバサダーの存在っていうのが重要になってきますよということですね。で、この図を見ると、あの一見ですけど、あのエリートスーパーマンの存在がいると、がいればなんとか天才を生かしつつ、うまく経営を行っていけそうに見えるんですけども、あのこれがうまくいく可能性っていうのは極めて低いです。理由は、企業というのはまあ大多数がまあ凡人の集まりなんですね。で 圧倒的な数の力が働くことによってこの凡人にも戦略の意図っていうのが理解されている必要があるんですね。ただ、えー、共感性を持たないエリートスーパーマン単独だとこの天才を生かすことができませんというところで、えー、そこであの北野さんが一番注目しているのがこの4番の共感の神ですね。でこの共感の神を根、えー、回しおじさんっていうふうに比喩してるんですけども、えー、この存在が天才を生かす鍵となると。 というところでこの寝回しおじさんの役目は3つありますで1つ目は、辞、えー、めるて天才のビジネスを理解してサポートするというところ。で2つ目に、えーまあ、最強の実行者、経由でエリートスーパーマンに辞、えー、める天才のビジネスを、えー、理解してもらうとで。経営してもらう役目ですね。で3つ目に、えーまあ、凡人全体を対象にして、えー、ビジネスの意図を共感してもらう必要があると。 えー、この3つがうまく回ることによって、えー、イノベーションが起こりやすくなるというところで、まあ、あのこの共感の神あの根回しおじさんが社内にいるかどうかというのは、えー、最重要事項になるというのが、えーまあ、天才を殺す門人理論の簡単な説明になります。でこちらが本題になります。で実際天才を生かすために僕たちが何をやるべきかというところを考察しました。で僕はあの誰でも それぞれの立場に投げると考えてますので、あの各プレイヤーごとの考察になります。まずは、秀才側ですねで。秀才の立ち位置っていうのは、もう誰もが目指すべきところだと思,思います。あの天才のへの道とは違って、あの再現性が高いからですね。ただ、あの本書の理論,理論だと、あの秀才は天才を殺してしまう性質を持ちます。ただ、えー、このエリートスーパーマンなる存在というのは、あの企業 運営にには絶対にそうだと思ってます。あの企業はまあ拡大をし続けなければならないと、でそれにはまあ絶対的な再現性を持つ経済学というのが求められるんですね。でその経済学とは相反する戦略というのがまあ天才を殺すことになってしまうので、まあ、非常に皮肉なんですけどもで、これにはいくつか解決策があると思うんですね。で僕が考えたまあ最も有効な手段というのがこの Google 型経営思考になります。あのに有名な 社内ルールがありまして20%ルールっていうのがあるんですけどもこれは、まあ、Google で働く社員っていうのは、まあ、労働時間の20%ほどを今自分が担当している仕事以外の好きなことをやっていいというルールがありますでこの意図としては、えーまあ、インターネットが主流の今現在だとあのどのビジネスが正解なのかっていうのは、えー、Google の役員になるレベルの仲裁でもわからないっていうのが、まあ、当たり前というのが、まあ、思考が前提となってます なので、今、えー、Google が推し進めているビジネスが、もし完全にゼロになってしまっても、まあ、ならないと思うんですけどね。もしなったとしても、えー、社員が20%を使って手掛けているアイディアの、いずれか家が、まあ、ビジネスとして成立していれば、えー、企業として存続できるよねっていう、まさに、まあ、リスク分散なんですね。で、秀才の人間っていうのは、まあ、KPI に関係ない戦略を好まないんですけども、えー、これを ディスク分散という、まあ、大事なピースだよというふうに認識していれば、まあ、少し余白を作れるんじゃないかなというふうに思っています。なので、まあ、この余白はディスク分散に必要なのだという意識を持って、まあ、現在の KPI とはちょっと無関係なビジネスを実施する勇気を持つことっていうのが、シブサイサイドの人間がやるべきことだというふうに僕は思いました。で、まあ、エリートスーパーマン以外のアンバサダーとして、 やめる天才と最強の実行者というのが存在しますけどもで彼らは、えー、大多数を占めるあの凡人の派生になりますので、まあ、どの企業にも少なからず存在しているんじゃないかなというふうに思います、まあ、ただあの周りの評価というのは多分全く違うと思います多分、えー、最強の実行者の方が評価高いと思いますでただどちらも同じ役目を担っていると思いますそれは共感、えー、の神を探し出し まあ仲間にするということですねえ、まあ、いろんなタイプがいると思われる根回しおじさんだから共感の,の神っていうのを見つけ出す必要があるので、まあ、かなり大変だと思うんですよね。なのでこれはもう多分継続して発信していくしかないと思うんですよね。でただもうこ,のこ,この橋渡しっていうのが、まあ、天才化生かすためには絶対に不可欠になりますで。発信を継続するために注目してほしいのはあのここでも先ほど秀才側も えーとリスク分散を持つっていうインセンティブを持たせましたけども、ここもお互いのインセンティブが必要だと思ってます。えーまあ、辞める天才側は、えー、非常に分かりやすいですよね。あのーまあ、自らのですね、あの想像したビジネスっていうのを世に出したいと思っていると。そのためにはまあ理解者が不可欠になります。なので、まあ、自らの想像のために、えー、その理解者を求めるべきだと。で最強の実行者っていうのは、 プロジェクトを先導する、まあ、エース的な立場だと思うんですけども、まあ、自らの力で新しいビジネスを創造するっていうのが苦手です。なので、えーまあ、仕事はできるけど修正できないみたいなのが、まあ、これが原因なのかなというふうに思います。であれば、えー、天才の想像するものを、えー、利用するしかないと。そのためには、えー、天才を見極める共感の神を、えー、仲間に引き入れるべきだと。 で互いに、まあ、自分のポジションを取るために共感、まあの神を見つけ出すというのが、まあ、ただこれがまあ企業のイノベーションにつながる大事な行動になるというふうに思います。そして凡人側ですね、すべての凡人は共感の神になるというところで、まあ、これまで説明してきた通り、えー、大きな組織でまあイノベーションを起こすには共感の神が絶対不可欠になりますと。なのでで僕たちが今まで 思いい浮かべていたその社会を動かせる人間というのはもう頂点差にしかいないんじゃないかというのは、まあ、現実的には幻想で、えー、鍵を握るのはなんと、まあ、多勢の凡人だったということで、まあ、となれば、えー、どうしてもその共感の神になりたいですよね。でこれもインセンティブとなると思うんですけども、えー、まあ天才の理解者という立場で、まあ、イノベーションを起こせれば、まあ、この凡人であるポジションでも、えー、まあ出世をする。 こととがができるるいう、えー、インセンセティブがあるんじゃないいいかなという,ふうに僕は思いました。でそこであの筆者の北野さんは、まあ、凡人が共感、えー、の神になるために、えー、素質と武器の2つが必要っていうふうに言ってるんですけどもそちらをご紹介します、えー、まず素質っていうのが、えー、才能を信じ抜く力なんですけども、まあ、素質というのは、まあ、生まれ持った能力のように思えるんですけども 信じる力であれば、まあ、後天的にも身につけられると僕は思ってます。で、一番必要なことは、まあ、いろんな場所でいろんな人に出会うことだと思っていて、まあ、そこで、まあ、こいつだという人を探せるのが、まあ、一番難しいところだし、まあ、もう、運の要素も強いと思ってます。で、ただ、この運を手繰り寄せるには、まあ、とにかく、もう行動するというのが一番効率がいいと思ってます。まあ、飲み会とか、食事会に行くっていうのはもちろんですけども、まあ、ふ行かない交流会に参加してみたりとか、 まあ行動するには才能はいらないので、まあ、とにかく積み重ねの努力で何とかなるのかなというふうに思います。で続きまして武器ですね。でこれは、えー、凡人の最強の武器は言葉としてるんですけどもこの自らの言葉っていうのは、えー、自分のやりたいことや本能的な言葉であって一切他人の作ったかっこいい言葉を排除した言葉っていうのを指してます。 まあ、ちょっとこの言葉を使うのは、えー、非常に難しいのかなと思うんですけども、まあ、そこで、えー、とこの本の中で2つのヒントっていうのが示されています。でそれがえ他人の言葉をデトックスすることというのと白状することになります。でこれを簡単に言ってしまうと、えー、小学生でも分かる言葉しか使うなそして嘘をつくなということになります、まあ。こんな言葉使ったらかっこいいなって読まれる言葉って 結構あると思うんですよ。横文字の言葉ですかね。まあ、そういった言葉とかあとは、まあ、本当はこう思ってないんだけどあの会社の方針だしこうしようみたいなそういう言葉を使っていませんかでこれらを全て排除をしましょうということですあの難しいのは分かってるんですけどもただこれもあの才能はいらないですとにかく、えー、素直になればいいだけです、えー、最後根、えー、回しおじさんよギバになれっていうところで えと世の中には根、まあ、回しおじさんというのはたくさんいると思っています。なぜなら、まあ、特に尖った才能も必要なく、あの年齢も若くある必要もないと。でただ彼らは、えー、と方向性が間違っている可能性があります。えー、と自分の居場所や出世のために根回しはしてはいけないと。でまあ、凡人がゆえ、まあ、そうしたいのはよくわかるんですね。ただ根、えー、回しおじさんはギバーではなくてはいけないと。ギバーっていうのが、 えー、与えるものですね、まあ、人のため、えー、天才のためにその人脈を尽くすのが、えー、役目だと思ってます。なので、まあ、尽くす精神を持つと。でこれこそが根、まあね、回しおじさんを最大活用する唯一の方法だと思ってます。そして根、えー、回しおじさん自身にもですね、まあ、出世するチャンスとかあったりとか、あとはまあこの社会善のための方法だというふうに僕は考えています。なのので、まあ、できるだけ多くの寝回しおじさんが ギバーになることっていうのが日本企業のイノベーションにとって最も重要な鍵になるというふうに僕は思っています。はい、最後まとめになります。えっ、ー、と、どのような立場を目指してどういうふうにすればいいかっていうのは具体的に何か見えてきましたでしょうかあの今回の僕の考察だとあの、いずれの立場からでもそれぞれ必ずインセンティブが示せるような案にしました。はい、理由は、まあ 人っていいいうのはインセンセティブがななと絶対に動かないからですで、ここを無視した設計っていうのは、まあ、理想論で終わってしまうってうことを僕は分かってますので、えー、こういった考察にしました。はい。えーまあ、天才コロスポンジン理論っていうのが、えー、まあ僕の視野をクリアにしてくれましたしあのイノベーションを起こすために企業の中でまあどのようなアクションを取っていけばいいかっていうのを具体的に考察できたっていうのがあの僕にとっても嬉しいですし、まあ、幸運でした。 もしですね、この考察が、まあ皆さんの会社内で活用できるのであれば、まあこれほど嬉しいことはありません。はい、今回は以上になります。これからもですね、面白かった本っていうのを、まあ、あの、紹介したり、考察してみたりとかですね、してみますので、ぜひですね、あのチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、ブログやツイッターもやっております。説明欄のところですね、URL が貼っておりますので、 ぜひこちらも参考にしていただけると大変嬉しいですそれではまた会いましょうでは